戸沢正盛は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。北地松岡藩主、後では新城藩の初代藩主。戸沢氏、第二十代当主。で和角の建城の戦国大名、戸沢森康の子。署名は、安森。天正十三年、戸沢森康の長男として生まれる。聖母は、森康が高刈りに出た際に見染めた、証拠女。 沢の百姓、現在門の娘。身分の低い母を持つ諸子であるため家督を継ぐ資格がないとされ、さらにこの女性は後に東光坊という山伏に嫁いだため、生成は百姓の子として育っていた。ところが、父の森康が天正18年に死去し、その後を継いだ叔父の戸沢三森も文禄元年に死去。加えて三森には慶子がなかったため、 戸沢家は断絶の危機に直面した。そこで、家臣団は、東工房を残殺し、生成を奪い取り、至急大阪に上坂させて、豊臣秀吉に越見させ、家督を相続させた。この折には、三森の性質であった、大森御前が養母として付き添っている。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、東軍に組みして、上杉影勝の東前寺城を攻略し、 この項により、慶長7年、日立多賀郡、茨城郡などに4万国を与えられ、松岡藩主となった。ただし、上杉家の衰退で、秋田家の勢力が増大することを恐れて、消極策の行動に終始していたことを咎められ、給料からは5千国の元報となっている。慶長19年の大阪冬の陣では、小田原城、慶長20年の大阪夏の陣では、 江戸城に詰めて、守衛を果たし、徳川家に味方した。また、徳川家福代の重臣、鳥居忠政から妹を正室に迎え、慶市にも忠政の次男戸沢帝政を迎えるなどして、鳥居氏、そして幕閣との結びつきを深めた。元那八年、では山形藩の最上家が、幕府の命により改役されると、最上家の丘陵は山形藩主となった。 鳥居忠だを旗頭としてその宴席に与えられ、清清も最上軍と村山軍に二万国を加造されて、新城に違法された。では新城藩六万国の藩主となり、戸沢氏は故郷で和国への復帰を果たした。その後は藩政確立に尽力した。慶安元年うるう1月22日に死去した。去年64。帝政が創生したことから、後を、 実施の正成が継いだ、戸沢正房重臣。大阪落城後、日立松岡藩主であった、生成を頼る。子孫は、新城藩家老として、治行千七百国。戸沢正元戸沢安房の子。慶長七年、戸沢市の日立違法に従う。戸沢森茂正元の子。金沢衛門とも。慶長八年正月二十四日、日立高輪軍に百五十国。 後に、戸沢家を去り、最上家に仕える。慶長17年5月9日、250国。昇法4年2月24日没。この親森は、最上家、佐竹家に仕えた。吉高森信、奈良岡光信の4男。治療は900国。新城藩家老として藩政に重きをなした。八柳森重慶長3年。 伏見城武神に際して材木を安藤氏から受領する際、受け取り証書を発行の署名に見受けられる。価格は、中老閣、八柳局人、八柳馬之城、親子らを排出すなど家門は栄えた。安島隼と代々の当主は主に御財門の金を用いた。戸牧義弘戸牧城主を務めた。関ヶ原の戦いの際、主家と共に、 東軍の最上義満に従って出陣し、西軍の小野寺義よと戦うが、角間川で戦死した。ありがとうございます。